ブシロード。雷ゲームス。小林さんちのメイドラゴン。炸裂ドラゴンブレス。ゲームモードはどれがいい？コレクションも見たいよね。ランキングを見に行こうかな。設定変える。設定にさせてもらおう。設定を変えてみる？ゲームモードだね。たくさんのコレクションが見られますね。ゲームモード、そうしよう。わかりました。小林さん、任せてください。じゃあ僕がゲームの遊び方の説明をするよ。まずは基礎編だね。よろしくお願いします。まずは移動だね。上下左右に動かすと画面を移動するよ。ずっと動かないでいると敵の弾に当たっちゃうから気をつけてね。なるほど。次は攻撃だね。ショットボタンを押すとそれぞれ違うメインショットとサブショットを発射するよ。弾を敵に当てるとダメージを与えて倒すことができるから、うまく当てるように頑張ってね。わかった。当てる。うんうん、いい返事だね。じゃあ HP について説明するよ。画面に君たちの HP が表示されているんだけど、敵や敵弾に当たるとダメージで減ってしまうんだ。 HP は一人一人にあるから、うまく交代しながら進むといいと思うよ。控えている人の HP は少しずつ回復するしね。ちなみにHP がゼロになると交代できなくなるから気をつけてね。無理のしすぎは禁物だね。次はいわゆるボムについてだね。画面の下にある D ゲージは時間が経過するとゲージがだんだんと溜まっていくんだ。一定の量溜まると画面全体にダメージを与えることができるチョロゴンブレスを打つことができるよ。最大で3回分貯めることができるから、うまく活用してね。すぐに使って殲滅しちゃいます。タイミングとか危ない時とか計画的にね。これで基礎編は終了だよ。まずはいろいろ遊んでみるといいんじゃないかな。
やあ、応用編を聞きたいのかな。それじゃ早速話をしようか。はい、お願いします。まずはぶっ飛ばしについてだね。これはぶっ飛ばしボタンを押すと一番近くにいる敵に突撃して攻撃をするんだ。ボタンを何回も押すとどんどん攻撃をしてぶっ飛ばすと次の敵に向かって移動するよ。楽しそう。でも気をつけてね。突撃中やぶっ飛ばし攻撃中は敵の攻撃が当たってもひるまないけど、ダメージは受けているから。調子に乗っているといつの間にかたくさんダメージを受けている可能性があるってことか。うん、そうだね。でも多少のダメージは交代したら回復するから、慎重になりすぎても良くないかもね。我々は多少被弾するくらいはなんてことはないからな。そうそう、画面の下にすぐに戻れるバックステップもあるから、ヒット&アウェイもできるよ。さて、せっかくだから他のことも少し説明するよ。わかりました。早く遊びたいので手短にお願いします。敵を連続して一定時間内に倒すとコンボになるよ。コンボを続けると得点の倍率が上がるんだ。あとは何かあったかな。敵を倒すと竜玉に力が溜まって強化段階が上がるんだ。強化段階が上がると攻撃が強くなるから戦いが有利になるよ。特定の条件を満たすと激鱗スパークが発生するよ。この状態になると一定時間攻撃力がとても強くなるから、その間に敵を倒すといいんじゃないかな。他は何を話そうかな。ルコアさん、そろそろ疲れてきたのでこの辺で大丈夫です。ひどいよ、僕頑張ったのに。あれ、真っ暗だな。トール、カンナちゃん、エルマ、ルコアさん、みんないるの？はーい、小林さん。トールはいつも小林さんのおそばにいますよ。暗いけど小林のこと見える。私たちは暗くても問題ないが、小林さんは明かりがないと見えないだろうな。そうだね、じゃあ明るくするよ。ルコアさん、ありがとう。これで見えるようにって、トール、説明してもらってもいい？私もまだよく分かっていないのですが、おそらくここはファフニールさんのパソコンの中みたいですね。ああ、なんだ、パソコンの中かって、余計分からなくなった。ルクアさん、どうなってるの？トール君の言った通りかな。さっきタキヤ君の部屋に入った時に感じたけど、かなり強い呪いが溜まっていたみたいだから、理由はわからないけど呪いが暴走して中に取り込まれちゃったみたいだね。なるほど、わからないけどわかりました。小林さん、なんでルコアさんが言うと信じるんですか？私の方が先に同じこと言っているじゃないですか。信頼度の差だな。ドール様、残念。というわけで、ファフニールさんの呪いのパソコンに閉じ込められてしまった対策会議を開催します。まあ突っ込みたいことはいろいろあるけど、それでどうすれば呪いを解いて外に出られるの？誰かわかる人いる？なんか変わった呪いだから僕もはっきりとはわからないけど、多分呪いの源を立てばいいんじゃないかな。なるほど、呪いの源ということはこのパソコンの中に強い呪いが感じられる場所があるということだな。うん、ファフニール君が熱心に遊んでいたゲームを成仏っていうか、この場合はクリアかな、押していけば呪いの効力が弱くなっていくと思うよ。い
要は全部ぶっ飛ばせばいいんですね。待っていてください小林さん、すぐに消し積みに。トールダメだ、破壊じゃなくてクリアしないと。破壊したら二度と外に出られないかもしれないし、カフスさんのパソコンが壊れたら後が怖い。なんだか面倒ですが、まあいいです。要するにゲームの中に出てくるやつを全部倒せばいいんですよね。どの道一緒です。やれやれ、トールに任せるのは危ないな。小林さん安心してくれ、私も手伝おう。ああ、でも変だな、バフ能力にしては呪いの爪が甘い気がするけど。方針が決まったので会議は終了かな。トール、カンナちゃん、エルマ、悪いけど頼むね。任せてください小林さん、二人ともさっさと行きますよ。見せたいものがあるから家にみんなで来てほしいってメールで誘われたから、わざわざみんなでタキヤ君の部屋に来てみれば。まさかこんなことになるとはね。肝心のタキヤ君はいなかったし。そういえばファクニールさんは今日は秋葉原でイベントの行列に並ぶと言ってましたから、タキヤさんも一緒にいるかもしれないですね。タキヤ君もファフスさんも休日を楽しんでいるな。一番この世界に馴染んでいるのはファフニール君かもね。出かけているのならメールしたのを忘れているのかな、それとも別の誰かが。みんなおしゃべりもいいが、いくつのゲームをクリアしないといけないかわからないから早く始めるぞ。早く遊びたい。了解、最初にクリアを目指すのはこのゲームだね。やれやれ、どんなことになるのやら。どこから進めるか悩みどころだね。シュガーアスレチックじゃないですか。以前カンナと遊んだことありますよ。甘々でポップなゲームだな。タキヤ君とファフニール君が可愛い系のゲームをしているのはちょっと意外だね。知っているゲームならクリアも簡単そうだな。クリアできたのか。低俗な人間が作ったゲームは私には合いませんね。私には小林さんにご奉仕するという大切な役目もありますから。つまりクリアできなかったってことかな。トール様下手、私の勝ち。あれくらいで勝ったと思わないでください。今ここでリベンジします。はいはい落ち着いて。でもトールが遊んだことあるなら今回は楽勝かな。このゲームも頼むね。任せてください小林さん。何しているんですか二人とも、早く行きますよ。長老軍、シュガーアスレチックってゲーム、クコアさんは知ってます？これは子供たちに大人気だよ。スライムがプルプルって揺れて可愛いんだよね。ここは可愛い感じの場所だね。油断しちゃいそうだ。
んと可愛いスライムだね。こっちの世界ではあれが普通なのかな。あれがスライムなんですか。トールの世界には本物がいたの。いましたけど、もっとネチャネチャしていて、寝ているといつの間にか登ってきて体がベタついたり、踏んで足滑らせたりして、とにかくうざかったですね。さあさあ、おしゃべりはそのくらいにして、頑張って倒してきておくれよ。ああ。みんな、頑張ってね。私は後ろで応援してるよ。待っててください、小林さん。すぐに片付けますから。クリアはできたから次かな。小林さん、ちゃんと私の活躍を見ててくれましたか。うん、3人とも上手だったね。安心して戦っているのを見ていられたよ。そうだろう。小林もゲームする。私は人間だから空飛んだりはできないよ。待てよ、もしかしてゲームの世界だから私も強くなったりしているとか。残念だけど、みんな普段と変わっていないみたいだから、小林さんの運動不足もそのままだと思うよ。やっぱりそうか。戦うのは私に任せてください。次もバーッと蹴散らしてきますから。どこから進めるか悩みどころだね。フィーネファンタジーか。前にタキヤ君が遊んでいるのを見たな。ゲームはやりやすそうですね。懐かしいです。トール、遊んだことあるの？ありませんよ。でも向こうの世界の雰囲気が似ていますから、昔と同じようにすればいいだけです。要は全部壊すって言いたいんだろう。これだから混沌勢は。間違っているけど間違ってはいないか。トール、やりすぎないように気をつけて。ファイト。はいはい、小林さんは僕が守ってるから、みんな頑張れ。見ててください。ルコーさん、このフィーネファンタジーってゲームはどんな内容なの？これは大冒険だね。ちょうど敵に攻められている最中みたいだよ。
なければ。見ててください。ってモンスターだね。ゲームだと定番といえば定番かな。打天使の翼までついて、なんだか設定盛りすぎだね。最近は分かりやすいのがいいのかな。かっこいい。デュラハンなメイドというのはありかな。いや、ないな。ちょっと疲れているな。小林さん、お疲れですか。見ててください。すぐに終わらせます。まだ先は長いからね。呪いもどうなるかわからないし、早く倒した方がいいかもね。ちょっと待て、奴はどうやってご飯を食べるんだ。不憫すぎる。いい加減食べ物から離れてください。エルマ、くらえ。ねえ、あまり無理しなくて大丈夫だよ。おかしいですね。小林さん、すみません。時間を止めておいたよ。わかっ、どこから進めるか悩みどころだね。見ててください。ルコーさん、このフィーネファンタジーってゲームはどんな内容なの。これは剣と魔法の大冒険だね。ちょうど敵に攻められている最中みたいだよ。私に任せろ。おい、私の活躍をちゃんと見ていろ。大丈夫なんですか。するわ。
られた。おかしいですね。小林さん、すみません。時間を止めておいたよ。わかっ、見せたいものがあるか、どこから進めるか悩みどこ。フィーネファンタジーか。見ててください。ルコーさん、このフィーネファンタジーってゲームはどんな内容なの？これは剣と魔法の大冒険だね。ちょうど敵に攻められている最中みたいだよ。はっ、私に見せろ。おい、私の活躍をちゃんと見ていろ。本当に大丈夫なのか。どうだ、どうだっけ。やあ、
とりあえずクリアはできたから次かな。小林さん、ちゃんと私の活躍を見ててくれましたか？うん、3人とも上手だったね。安心して戦う。どうだろう、小林もゲーム。私は人どこから進めるか悩みどころだね。なかなか変わった雰囲気だな。ゴシックナイトメアってゲームみたいだね。恐怖と悪夢があなたを待ち受けるって書いてあるね。血みどろの冒険。人間は変わっていますね。骨やただの獲物を怖がったりする理由がわからないです。まあそう言われるとそうなんだけど、得体の知れないものは怖く感じたりするからね。それならなんでホラーというものを作るのだ？怖いならない方がいいだろう。怖いのは嫌だけど怖がりたいのかな。説明が難しいな。大丈夫です。要は全部ぶっ飛ばせばいいってことですね。小林さんには怖い思いなんて絶対にさせませんから。私頑張る。惜しくないと思う。私は知らないけど、リコ君も知ってますよ。黒くて目も光っててかっこいいな。小林さん、私の方が大きいしかっこいいですよ。ちょっと待ってください。今ドラゴンになって比較を。張り合わなくていいって。あのサイズだと体力もありそうだし、倒すのは結構苦労しそうだね。我々にとってはあの程度大したことはないな。さっさと倒してしまおう。頼もしいね。私がやるからエルマは下がっててください。足を引っ張られても面倒ですし。トールこそ私の邪魔をされても困るからな。後ろで待っていろ。いいえ、ここは私が。いやいや、私が。トール様、エルマ様、また張り合ってる。みんな頑張ってね。見ててください。問題ない。
とかクリアできたみたいだね。小賢しく動き回ろうとはドラゴンの敵ではありません。これくらいでは準備応答にもなりませんね。そういえばこれってゲームオーバーになったらどうなるのかな。コンティニュー？多分バグとして排除されるんじゃないかな。場合によってはそのまま電子の海に飲み込まれたり、ゲームの中で同じセリフを言い続ける NPC になったり。マジか。大丈夫ですよ。万が一にもゲームごときに不覚を取る私ではありませんから。さっき何も考えずに突っ込んで危なかったのは誰だ。そう、食べ物アイテムを見つけてよそ見していたドラゴンなら知ってますけど。二人ともいがみ合わない。みんなで協力してクリアしていこう。小林、私のこと褒めて。無理しないようにね。シュガーアスレチックじゃないですか。私に任せろ。シュガーアスレチックってゲーム、ルコアさんは知ってます？これは子供たちに大人気だよ。スライムがこれを取っていれば変わらないよね。お宝集めも楽しいね。アフさんの気持ちも少しわかるな。ゲームをクリアしたけど何か変わった？呪いは弱くはなってきているがまだ残っている。それとは別に
さっきから強い視線を感じるな。小林さん、そんなにトールのことを見つめてるんですか？恥ずかしがらずにもっと近くで私を見てください。いや、私はここにいるから。ここはゲームの世界なんだよね。他に誰かいるわけがないと思うんだけど。ルコアさんは何かわかります？まあわかるけど、まだ言わない方が楽しそうだし、今は冒険を楽しもうよ。気になるじゃないですか。どうしました？こんな何か通った。そろそろ後半戦ってやつかな。タキオンブレイズだって。これは SF ってやつだね。人間たちが未来を想像して作った世界だから結構手強いかもよ。愚かで怠惰な人間にしてはそれなりに立派なものを作るんですね。いや、ゲームだから。ですが、自然がないのはいけませんね。自分たちで自らの首を絞めていることにも気がつかないなんて哀れみしか感じないです。いや、これゲームだから。ところで SF って何の略なんだ？スーパーフードの略か？ SF かっこいい。わかった？いえ、はっきりとはわからないので、まずはこいつを倒してしまいますね。行きますよ、カンナ。おお。おい、私を忘れるな。ねえ、あまり無理しなくて大丈夫だよ。大丈夫。かかった、大丈夫。
気でなければちゃんと見ていろ。私頑張る。空間が安定しないな。これも呪いの影響か？そうだね。呪いが干渉できるゲームが減っているから、その影響かもしれないね。それはまずいな。早く残りのゲームをクリアしてここから脱出しないと。で、残っているのはモンスタークライシスか。このゲームの敵は恐竜じゃないな。巨大なモンスターたちを武器で襲ったり罠にかけたりして倒していくゲームみたいだね。あー、よくやられましたね。逃げたふりをしてこちらを油断させて落とし穴に落とされたり、上から網をかけられたり。人間はどこの世界でも同じようなことを考えるのだな。ところでゲームはあとどのくらい残っている？これでパソコンに入っているゲームは全部だと思うけど、これをクリアしたら外に出られるのかな？クリアしてみればわかりますよ。サクッと倒してきますから待っていてくださいね。私も頑張る。うん、みんな頼むよ。同族を相手にするみたいでちょっと気が引けるな。
戻る。ゲームモード。これ見に行こうかな。どのくらいかけらが集まったかな。秘宝だね。新しいシュガーアスレチックの秘宝だね。戻る。降りに行こう。新しく解放された絵があるみたいだよ。どれがいい？わかったよ。小林さん家のメイドラゴン炸裂。